ということで、黒柳さんからのご紹介ということで、鳥の写真家の菅原さんにつなげてみたいと思います。はい、あ、つながったかな、菅原さん。はい、こんにちは。つながったかな、はい、はい、こんにちは、よろしくお願いします。今回はありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます、はい、ということで、鳥の写真家で、はい、いいと思います。はい、なんか言いにくいね、鳥写真家とか。野鳥専門でもないのか。まあいろいろ、まあ出かけると旅の写真とかも撮りますけど、まあメインは鳥ですね、はいはい、やっぱり。はい、わかりました。なんかプロフィールを見ていると、はい、90年生まれ。はい、そうです。平成生まれですよね。平成2年生まれです。さすが若いな、いいな。まあそれはさておき、はい、早速じゃあカバン拝見できますか。あ、はい、いいですよ。はい、まあいろいろ使っているんですけど、はい、一番いつも持っていくのがこのカバンですね。はい、それはあれかな、オリジナルグッズのやつかな。そうです、オリンパスの CBG12 っていうやつだと思うんですけど、はい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 、まあカメラ専用のカバンですね。バックパック、それ確かあれですよね、リュックになってるやつですよね。そうです、そうですよね、はい、そうですよね。はいはい、あれ結構やっぱ望遠レンズが多いんですよね、きっと。結構だから機材的にはボリューム大きいことが多いんですよね。そうですね、やっぱ望遠が標準みたいなところがあるので。そうですよね、はい、わかりました。じゃあ早速ちょっと開けて中拝見できますか。はい、見えますかね。はい、見えてます、大丈夫です。はい、あ、結構な量が入ってるんですね。まあぎっしりですね。はいはい、大体でも現場について一番最初に取り出すのが、うん、あ、一番上に置いてある双眼鏡が最初にやっぱ出てきます。それでじゃあ何、大体ちょっとめぼしい鳥を見つけるんですか。いっぺん、そうですね、やっぱ見つけないと鳥取れないので。あとまあ単純に見てるのも好きですし。はい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 、それはなんか僕すみません、鳥のこと全く分かってないんですけど、はい、なんか鳥を撮る人とか見る人って何倍ぐらいの望遠鏡とかってあったりするんですか、定番みたいなものが。あ、双眼鏡に関しては大体8倍から10倍がいいって言われてて、はいはい、まあ、この口径も大体25から42ミリぐらいがまあちょうどいいかなっていうので使っている方多いですね。ちなみにこれは10倍の33ミリ口径ってやつです。コアのやつですね。でそれでじゃあ大体こう鳥が木に止まってるのとか、はい、目星ものを見つけたらカメラを出すって感じなの。まあ、見つけて観察して撮れそうだったらまあカメラ持って、もうその時にはカメラも焦点距離とか決めてテレコンつけ外して撮れそうだったらっていうのは、なんかそのなんか撮らないとの基準って何の違いがあるんですか。やっぱ個体によって撮りやすそうなとこに来てくれそうだなとか、やっぱそうじゃないなとか。あるんで、例えば枝の向こう側にいると被っちゃうとか、例えばそういうこととか、なんかあんまり逃げなさそうな子だなとか。あ、そっかそっかそっか、はい、もうカメラセットしてるうちにいなくなっちゃったりとかすることもあるわけですね。とかまあ人が近づいて嫌がる子だったりすると、はいはい、まあ、ちょっと別の子探そうかなって思う時もあったりとかですね。もうなんかこういう時点でなんか愛があるねと。自然と出ちゃいます。そうかそうか、はい、だからまあそういうのでこう見つけて、とりあえずカメラをまあそれで決めて取り出すって感じなんですね。そうですね、はい、はい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 、まあ、今だと手持ちも多いのでこれ首に下げて、うん、まあ、カメラ手で持ってってこともありますけど、はい、まあ双眼鏡は結構基本で使えますよ。わ、はいはい、かりました。じゃあ早速もう一つ他のものを見せていただけますか。カメラは一番使うのこれかな、はい、EM1X かな。そうです、 X に今 300mm の F4 がついてます。はいはい、で、まあ、テレコンバーターを隙間に入れてます。テレコンバーター、それは2つあるってことは 1.4 倍と2倍。そうです、これが2倍で、まあ、もう1個が 1.4 倍ですね、はい。じゃあ 300mm ってことは3個換算でいくと、もともとで 600mm あるわけじゃないですか。そうです、 35mm 換算だと、はい、でさらにそれの2倍かけるってことは 35mm 換算で 1200mm。 そうですね、やっぱそのぐらいも使うこと結構あるんですか、1200mm。 全然全然あります。普通、むしろ600で撮れちゃうときっ
て割と少ないかもしれないですね。最低でも 1.4 倍か 1.4 倍か2倍つけてるのが、まあ、デフォルトぐらいのイメージ、はいはい。まあ、つけたままカバンに入ってる時もありますし、大体あの僕いつも腰のベルトにこれカラビナでもう引っ掛けといて、はい、もうあのカメラバッグわざわざ開けなくてもつけ外しできるような風にはしますね、はいはいはい。だからもう逆にともズームレンズじゃないからもうそれでチャカザって取り替えるしかないんだもんね、現状。そうですね、はい、そうですよね。まあ、それがその鳥を見て決めるっていうところですね。じゃあもう目が望遠レンズになってるんだよね、きっとね。まあ、これだってこのぐらい映るだろうなっていう、はい、大体こんな画角だなとか、はい、ここら辺までは近づけそうだなとか、はい、そういうのはなんとなくイメージできると思います、はいはいはい。あ、ただこの鳥だと何メートルぐらいまで近づけるかなとか、はい、そういうイメージがもう分かるわけですよ。なんとなくですけどね、はい、あ、分かりました。じゃあなんか他にありますか。まあ、あのこういう袋の中にバッテリーとか、はい、こういうリリーズとかリモコンとかですね、小物がね、小物がまとまって入ってます。バッテリー普段結構持っていくんですか。バッテリー、まああの大体3つぐらい予備で持っていきますね。あ、今ちょっと出てこれから出てきますけどカメラ2台あるので、はいはい、まああのそれに入ってる分も合わせればまあプラスで3つぐらいあれば1日持つかなぐらい、ね、そうですね、そうだよね、あります。あ、分かりました。でそのポーチは何か特別なもの。これモンベルショップで売ってるあのゴアテックスの袋で、要はあの水が入らない、そうです、防水になってて、あ、まあ、はい、あの一応雨とか降ってきても中染みないようにっていうんでこういうのに一応入れてます。はいはいはい。まあ、フィールドで撮る人方だから結構そういうのって重要ですよね、電気入れるだけでも、ね、そうですね、まあ、どんな電気になるかちょっと分かんないんで、はい、そうですね、分かりました。のとでボディがもう1台、はいはい、ね、EM1 Mark III、はい、と、それは何ミリ、これ12から100ミリっていう、ああ、高倍率ズームですね、はい、はいはいはい。広角レンズも結構使うんですか。あの鳥に近づけた時はさっきの話とちょっと矛盾しそうですけど、近づけた時はその環境ごと広く撮るとか、はいはい、まあ、鳥が人慣れしてそうなやつで近づけるやつもいたりとかとか、はい、するとそういうので近寄っていくんですか、とかっていうのもありますし、まあ、そもそも環境、暮らしている環境自体を写真撮るときもあるんで、あ、まあ、何かと一個こうやってあると便利かなっていうんでついてますね。わ、はいはいはい、かりました、ありがとうございます。まあ、あと、まあ、中望遠のズーム、はい、40から150ミリ、ね、40、150ですね、はいはいはい。これもまあ同じような用途ですね、そのちょっと広角にアルカスイスプレートみたいなのがついてるんですかね。あ、ついてます。これやっぱあると便利で、じゃあ、まあ後ででもちょっとまた教えてください。はい、ちょっと、はい、はい、いたします。はい。で、まあ、これは撮り用ってわけでもないというか、半分趣味のレンズで 17mm の 1.2 っていうのを、はい、明るい広角レンズですね、はい、はいはい、ありまして、まず、あ、今空っぽになりましたけど、こういう三脚もちっちゃいの1個カバンに入ってます。これマンフロットのやつですよね。マンフロットのいわゆるテーブル三脚みたいなプラスチックでできたやつですね。そうです。それそのいわゆる 300mm とか乗っけるのには結構辛そうじゃないですか。でもまあ大丈夫ですよ。それで固定するっていうよりは支えに使うんですよ。これで地面に置いて低いアングルから撮りたいときに、はい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 、この地面から数センチで持つって結構手プルプルして大変じゃないですか。あ、そうだそうだ、肘ついてても高さもね、それなりの高さになっちゃうから、 それがこれがあると、まあ、これを軸にできるとちょっと動かしやすかったりとか、はいはい、あの手で持ちつつも、じゃあそこでちょっとサポート代わりに使ったりするときに、はい、そうです、そうです、テーブル三脚が便利っていうことなんですか。あるといいですね。まあ水辺とかでポチャンってしないようにとか砂浜とか、はいはい、水辺とか、そうです、干潟とか、そういう時用に1個持ってますね。はいはいはい。結構使用頻度高いんですかそれは。まあまあもちろん行く環境によって違うんですけど、水辺に行く時は結構使ったりとかしますね。はい、わかりました。なんかもっといっぱい面白いのが出てきそうですね。まあ、今こっちは空っぽですけど、はいはい、こっちに行くと、まあ、ちょっといくつか、はい、外側のポケット、まあ、いろいろあるんですけど、これとか多分鳥の人しか使わないかな。IC レコーダー。IC レコーダーです。音を録音するの。そうですね。あの、まあ、鳥
いつも見えるわけじゃなくて、その見えないけど声がするみたいな時があるんで、はい、そういうのこれで録音して帰って家で調べるとか、その鳴き声から鳥を調べる。そうですそうです。まあ、鳴き声だけ分かれば結構鳥の名前って分かるんで。そんだけ鳥見てても知らないの出てきますか？まだ。やっぱありますよ、はい、国内でも海外でも、はい、あ、そういうもんなんだ、うん。じゃあそういう時にそういう IC レコーダーが重宝するんですね。そうですね、あの見た目だけじゃなくて声と、まあ、合わせ技で調べるみたいな時があるんで結構便利というか。まあ、それもじゃあ必需品なんですね、ロケット。そうですね、まあ、今までスマホでやってたんですけど、ちょっとやっぱ音質いいの欲しいなと思って最近、はいはい、まあそれはそうですよね、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、それがこのカバンの中身ですね。はい、はい、でもう一セット用意したんですけど、もう一個よく使うカバンがこれで、なんか急に大きくなりましたこれやっぱ海外に取材に行くときとか、割と本気でじゃない、はい、本気でっていうとちょっと語弊ありますけど、はいはいはい、まあ、がっつり撮るとき用に持っていくのが長期とかそういうイメージですか、ね、そうですね、とか森に入っていくとか、はいはい、っていうときにこのモンベルのアルパインパック50ってやつですね、はいはい、を持っていきます。カメラパックじゃない、そっちだけで後ろにひっくり返りそうなぐらいのボリュームですけど詰めすぎると結構えらいことになりますねこれ。そうですよね、結構入っちゃうんで、はいで、それは今横に刺さってるのはそれは何で、水筒ですか？あ、これ水筒です。まあ、一応あの水筒持ち歩くようにしてます。はいはい、まあそんなとこ行ったらコンビニないもんね。ないですし、まあ、あのペットボトルとかあまりちょっとプラスチックゴミはま出さないっていうのを意識はしてます。ね、特にあの日本以上に海外とかだと敏感ですもんね、ペットボトルとかに対してね。そうですね、環境のためにもね。まああのビニール袋とかもそうですけど、もらえないこととかも結構あったりとか。そうですよね、そうですよね、はい、一応そういう準備はするようにしてます。さすがです、はい、じゃあ順番にお願いします。はい、このバックパック自体が、はい、この上がちょっと外せて、はい、ショルダーバッグみたいに使えるんですよこれ。本来は蓋の役割もしてるけど、そうですね、外れてこうやってるって、こうやってなんだ、あーできるんで、はいはいはい、カメラはもう出しっぱでここに小物入れていくとか、はい、まあ、小金図2個入れていくぐらいの散歩の時はもうこれで十分かな。じゃあその大きい方のリュックは例えばホテルに置いたり車に積んどいたりとかして、そうですそうです、はい、機動力上げたい時はそのちっちゃい方だけ持っていくわけですか？そうですね、やっぱその飛行機乗る時とかはもちろんこれまとめなきゃいけないんですけど、現地で撮るってなると、まあ、必ずしも全部必要かっていうとそうでもない時もあるんで。そうですよね、まあ、じゃあそれは外れるから便利なんですね、そのバッグ。そうですね、で使えると、はいはい、でこのカバン自体はこうやってロールアップみたいになって、はいはい、最近流行りですもんね、ロールアップタイプの、ね、リュックとか。これ便利ですよね、その大きさによって絞れるん で、ね、中のね、あのボリュームが自由に変えられやすいですもんね、はい、うん、で中がこれ別のバッグが、はい、マジックテープでくっついてて防水になってるんですよ、はい、違うな、ははは、だからまあ中の素材が守られるんですね。はいはいはい、アウトドアだともうね絶対濡れて欲しくないのいっぱいありますもんね。ありますねやっぱりね。でも何が入ってるんですか、大きいの中には。どっちか、これ多分鳥の人しか持ってないと思うんですけど、はい、フィールドスコープってやつです、望遠鏡、はいはい、それはなんか結構な倍率でのやつですけどね、きっとこれここの接眼レンズで長さ変わるんですけど、はい、今20から60倍ってやつかな、はいはいはい、接眼レンズで。え、そのさっき双眼鏡あったじゃないですか、冒頭で紹介してもらった、はいはい、それとの使い分けは何かあるんですか？双眼鏡ってやっぱ10倍とかで、はい、まあ長いけど短いんですけど、これだとやっぱ20とか60とかかなり遠くまで見れるんで、まあ、鳥見つけるとかそういう時に全然見える。なんていうか、じゃあ、 あの双眼鏡で足りない時に、はい、まあ、偵察って言ったら変だけど見たいときにそれに取り替えて、そうですね、探したりとかするんですか？はい、あと、まあこれで見ると鳥めちゃくちゃ綺麗に見えるんで、まあ、単純に見てて楽しいっていうのもあります。はい、はい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 っていうんで持ってます。はい、で、まあこれに関連してっていうのが一個あって、はい、こういうのがあるんですよ。それは何？スマホアダプターみたいな。
スマホケースアダプターみたいなやつで、はい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 、でスマホのカメラがその双眼鏡に、双眼鏡というか単眼鏡か、双眼鏡とか、そうです、望遠鏡に、例えば双眼鏡だったらさっき僕がお見せしたこれありますけど、はいはい、これにこうやってカチャって入って、まああのもちろん一眼とかのクオリティではないんですけど、望遠撮影が手軽にできます、はい、簡単にちょっと撮りたい時とかに使うわけですか。そうです、はい、まあおもちゃ代わりですね、で持ってます。まあけどそんなかさばるものでもないからいいですね、それはね、はい、これ面白いですよ、1個あるとね、はいはいはい。で、あとまあな、森の中とかで小鳥撮る時とか、やっぱどうしても長さが、はい、明るさが足りないような時にこのレンズ、これはなんか大きいですね。プロミナーの、プロミナーってことはコアかな、コアのですね、はい、コアの500の 5.6 っていうやつです。 500mm ってことはマイクロフォーサーズつけると 1000mm かな、はい、1000mm ですよね、すごいな。実はこれ後ろにあの、はい、テレコンバーターつけても動く、動くっていうか、もともとマニュアルのレンズなんで、はいはいはい、つけられて、まあそれ使うと 2000mm とかも撮れるんで、それにさらにテレコンバーター取り付けるの。いや、まあありますね。そう、すごいな。近づけない鳥とか、木の高いところいる鳥とか、やっぱ自分がどうしても近づけない時あるんで、長いに越したことない。その時はそれが出てくるわけだ。はい、割と使いますけどね、特にこれからの時期使いたいなっていうレンズですね。一応持ってます。さすが。で、あとは、あ、これもちょっと、それ水筒ですか、それも。これ水筒っぽいんですけど、川の水とかをろ過して飲めるようにするろ過器。ああ、はい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 。日本だと、まあ、使ったり使わなかったりですけど、海外とかでちょっとコンビニでジュース買ってみたいなことできないとこだと、これあると意外と、そこだとやっぱ川の水飲みたくなったらそういうの使うわけですね、はい、川沿い歩くことが、ろ過するんですよね、それで。そうです、そうです、はいはいはい、なんか二重になってて、なんかうまい具合にやると綺麗な水が飲めるっていう、はあ、まあ、こういうの1個あると災害の時とかも使えるっていうのもあるんで、まあ便利かなと、はいはい、わかりました、ありがとうございます。あとはまあサングラスとかポンチョとか雨具とか、はい、まあアウトドアで必要なものですね、はいはい、があって、はい、まあ、一番下にクッション代わりにこうやって迷彩のネット、布ってよりネットなんですけど、メッシュかなんかなんですか。そうです、そうです、メッシュのネット。それはどういう時使うんですか。まああの本当に隠れる時はテントとかもちろん使うんですけど、そうじゃなくて簡易的にちょっと自分の目を隠したいとか、目隠しに使いたいとかの時、はいはい、枝とかに引っ掛けたりとか、自分が被ったりとか、まあ、三脚に引っ掛けたりとかでちょっと鳥から、まあ、見えづらくするように使う時があります。カムフラージュなんですね。そうですね、まあ、軽いんで、はい、まあ、リュックの一番下に置いとくとクッションにもなるんで、まあ、あの押し込めておくような非常用で持ってるって感じですね。わかりました、はい、で、あのさっきアルカスイフトのプレートを見せていただいたんですけど、はいはい、ってことはなんか三脚も持っていくんですよね。三脚もその望遠鏡とかはやっぱ必須なので、はい、これ、足は実装かな、実装の GT2532 ってやつかな、中ぐらいのやつですよね。そうです、2型ってやつですね。そうですよね、はい、そうですよね、はいはい、それに上のヘッドが、それはビデオ用なんですか、これ何ですか。これはビデオ用じゃないんですけど、二軸のマーキンスの、BV ヘッドっていう雲台ですね。はいはい、で、そこにさっきのアルカスイスを差し込んで、そうですね、あのスコープで使う時もあれば、その500の56の、はい、コアのプロミナーでも使えますし、はい、まあ、他のレンズでも、はい、あの使うときはあります、まあ、プレートつければ使えますもんね、カチャって入るんで、はい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 、まあ、これ僕海外取材とか行くとき多いんですけど、はいはい、面白いのがここ上が外せて、こうやって、お、面白い。そうすると頭がこれ自由なになるんですよ、こうやって。おお、ってことはそっかそっか、そこにもだからアルガソイスも出てくるわけですね。だからまあ
風景撮りたいとか、僕ノルウェーとかよく行きますけど、オーロラ撮りたいとかなった時に、はい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 、カチャってやるともうこれで自由にできるので、よくできてますね。まあ1台で2役みたいな。あ、素晴らしい。で使った。面白い面白い。こういうの好きそうですよね。そうそう、大好きです。ちょっと僕も後で調べてみます。ありがとうございます。で、ということでいろいろ紹介いただいてありがとうございます。で、この後、菅原さんの写真はなんか僕ら見られる機会ってありますか？はい、実は今家にこもって本を一冊書いてまして、はいはい、まあ、それは鳥の撮影ノウハウみたいなものとかをちょっと今まで経験したものをまとめてやりたいなというので今一生懸命書いてるのが一冊。まだちょっと詳細は。いつぐらいに出てきそうなんですか？まあ、うまくいけば6月か7月ぐらいかなと思ってます。はい、まあ、ちょっと今この情勢だからね、見にくいところもありますもんね。そうですよね。まあ、でも今で、ね、あとは僕が頑張って書き上げないとっていうのもありますけど。重苦しみ大変だと思います。まあでもだいぶいいところまで来たので、はい。はいはい。というのが一つと、あと、はい、はい、どうぞ。あ、桃井さんも出られてますけど、CP プラスでやる予定だったステージ動画が今収録されたものが、はい、オリンパスの YouTube チャンネルで上がっているので、それが5月。それ何をお話しされてるんですか、菅原さんは。まあ、最近でいうと12月にペルーに取材に行ってたので、その時の、はい、まあ、旅の話と、まあ、そこであった鳥の話、はいはい、っていう動画と、あと、まあ、写真家の友人 の佐藤大志さんって方とクロストークやって、はいはい、まあ、いろんな生き物を紹介するような動画も、はい、あ、わかりました、まあ、2つです。じゃあそのリンクはきっとこの下に入れるようにしておきます。ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。で、次の写真家の方、どなたか仲のいい方でも紹介していただけますか？じゃあ、風景写真の今浦祐樹さんとかいかがですかね。はい、若手の、若いと思います。若いです。怒られました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。はい、こちらこそ。どうもご覧いただいた方もありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、鳥の写真家の菅原さんにお話を伺いました。次回は風景写真の今浦さんに登場いただきます。お楽しみに。